みなこんにちは、ハリボーっていらっしゃ、楽しんでかい今回なんですけれども、トヨタピコちゃんルセラ環境になってきつくなったキャラクター14選やっていこういやルセラがきつすぎる。皆さん、ルセラゲットしましたか？まあ強いなと僕は思います。環境の中でぶっ壊れたなと思います。アムが登場した時ぐらいの絶望感です、個人的には。食べてったキャラクターが14人いらっしゃいました。そのキャラクターたちをですね、見ていきたいなと思います。早速やっていこう。さあ、まずは環境キャラクターたちの中で、前回とか入ってたキャラクターですね、怖くなってたキャラクター一人ずつ紹介してみましょう。まず一人目、フロパッシュベスト。ありがとうございます。14人もいるんでちゃっちゃいきますよ。クロパシフィスター、なんでできなくなったか、一番の特徴といえば火力が上がるということ。火力が上がるキャラクターたちに関してはルセラは一瞬でデバフできるのでタグ無意味になってしまいました。だから火力上がる系のアタッカーはダメですね。でしかもシフィスターに関しては吹っ飛ばさないと火力上がっていかないということで、ルセラは吹っ飛ばないよというキャラクターですので、ちょっときつくなっちゃいましたね。サポートとかで使うようなキャラクターになってしまいました。2人目がセントーマル。ありがとうございます。セントーマル、何がダメだったかっていうと、もう存在意義がないということですね。絶対に言い過ぎちゃってるよねこれね。セントーマルの一番の特徴でもあるディフェンダーで守りながら敵にね、旗出し負荷っていうのを付与していくっていうのが特徴になっているキャラクターです。ただ旗出し負荷を付与しなくてもルセラ1体いるだけで旗守れちゃうんで、もう超上位互換といっても過言ではないでしょ。しかも今ルセラに持ってるね、遠距離まで移動できるよっていう能力、あれ通常でルセラ持ってるんで、持ってない時点でちょっと機動力とか負けないということで、 1.5 ゲージにするのも 70% 以上ちょっと環境的に必要なくなっちゃいましたね。3体目がカルガラ。はい、なんで俺さっきから拍手してんだろうね。環境廃れてるんですけど、こっちは、カルガラがなんでダメになったかと言いますと、担当直入に言いましょう。ロジャーが少なくなったからです。カルガラのね、いいところっていうのは、旗を握られ始めると火力が上がっていくよって能力なの。つまりみんながガンガン握ってくれればくれるほど火力がすぐ上がっていくキャラクターになってたから、例えばシャンクスみたいに自分が吹っ飛ばした時とかさ、KO した時のアオシャンみたいな感じで、条件がそういう風に自分依存じゃないのよね、味方依存になってるんで、上がる可能性がすごく高かったの今まで。だからロジャー環境強かったし、ロジャーに対してね、1で耐えるって能力をなくすよとか、バンパンできる超高火力のシャンダーを火を灯せみたいな、こういうのもあったりとかして火ダメージ減少は刺さってたっていう環境だったんですが、ロジャーが少なくなったことで旗を握ってくれる人が少なくなりました。しかもルセラは旗を握られると体力も回復、スキルも回復っていうことで、握っちゃいけないマンが出てきたんだよね。ということで環境と相対してしまっています。カルガラがもう環境からはいなくなったという形になってます。ただね、それでも十分強い性能なので、ワンパンするよみたいな能力十分強いで、全然アタッカーなんで KO することもできるでしょう。KO したところで 1.5 ゲージをどう攻略するっていう問題にもつながってきちゃうので、アタッカー全般はその点きつくなったと言わざるを得ません。ありがとうございました。続いてがモンブランノランド。ありがとうございました。モンブランちゃんがなんでダメになったか簡単に言いましょう。超上位互換だからです、ルセラが。おい、もう機械に負けんなよ人間。お前モンブランだろ。俺はショートケーキよりモンブラン派だから頑張ってほしかったよ。ダッセータイツ。しばしば。とりあえずこのモンブランがなんでダメだったかっていうのはね、もう今言った通り超上位互換なので、遠くまで飛んでいくよみたいな能力をルセラが通常攻撃持っちゃいました。なのでそれがきついなと思います。ただモンブランはモンブランで活躍できるポイントがちょっとずれてていいんだよね、これがね。敵が旗を握っているところにもう大丈夫で飛んでいくことができるので、ワンチャンね、ラスト守りきれるよっていうことになってきます。ルセラは超遠距離のところ、一番遠距離のところに飛んでいくから、中間のところに飛んでいくことはできません。でルセラ対抗しようと思ったら中間に飛んでいくっていう方法がめちゃくちゃいいんだよね。なのでそこでね、ワンポイントでカバーできるのがモンブランノーランドでございます。今旗を握ってくるといえばロジャー船長とかね、ヒット&ローとか吹っ飛ばされるキャラクターばっかりですので、まだまだ通用するところもありますが、超上位互換のルセラが来ちゃったっていうことで、使わなくなっちゃうかなっていう感じのキャラクターで、ただチャンピオンシップとかに関してはかなり強いキャラクターでもあるので、そこはねまた評価変わってきますので、現環境で使うときはちょっと必要ないかなっていう感じになります。ありがとうございました。続いてがニューゲートセミ第2号よっ。
もうセミキャラクターが来ました。きついねもう正直いらないとまで言いたい。ここらなんでかっていうと、まあこのね邪魔だなおいでシールドを出したところで結局旗を守るのはニューゲートではなくルセラですから、まあ、遠距離までこのね邪魔だなおいが自分が旗に入るまでずっとシールドあり続けるよみたいなバグ性能だったら強かったんですけど、まあ、これもダメージ判定あるんで、このダメージでガンガン壊さられるシールドっていうことでちょっとね弱すぎるよね。でしかもなんですけどこのキャラクターロジャーに弱いということで、もうロジャーキドロのゲッター2人しかいなくなってしまった以上もうちょっときつすぎるね旗握られて。でしかもこのキャラクターに関してはルセラみたいに移動することはできないんで、まあ、超ね広範囲のステージが来たよっていう時になってしまうと、まあ、かなりね使いにくいキャラクターになっているんじゃないかなと思います。まあルセラのあの機動力を使っちゃった以上もう他のディフェンダーには戻れないよね。はい、ということでエドワード・ニューゲートがまさかのセミ第2弾となってしまいました。悲しい。これまた言いたいんですけど、まあ、チャンピオンシップとかになってくると話は変わってくる。実際ねルセラの方が上位互換で強いっていうのはもちろんあるの、ディフェンダー性能として。ただ守るっていう面においてはロジャー以外だったら守れるんだよね。だからその点チャンピオンシップとかだったら強いよっていうキャプテンになってくるので、まずちょっとねそこを認識を変えていただけると嬉しいです。ガンガンいきましょう。エース&ヤマト。はい、ありがとうございます。エース&ヤマト登場したんですけれども、なんでダメだったか、火力がデバフされてしまうということですね。アタッカー全般も終わらしちゃったっていう能力だよね。スキル1で敵に攻撃をすると状態異常解除などなどついていることで燃焼状態も解除できます。さらに敵からスキルで攻撃をされた時に敵の攻撃力増加を解除するっていう能力があって、敵の火力も10秒間 30% 減少させることができるので、まあ、KO しようと思ってスキルを使ってきたら 30% 減少できちゃうわけ、敵の攻撃力を。なおかつバフも全部ゼロになってしまうということで、で火力を上げていかなきゃいけないエース&ヤマト、これに関してはスキルでね当てることすらできなくなっちゃったってことで、もう物置状態でぶっちゃけしんどい。まあ、ただ S&M に関してはルセラには KO できないとはいえ、他のねキャラクターたちに対しては強いっすから。 S 山はトロにもそう、ニカにもそう、シャンクスにもそう、まだまだいけるキャラクター多いので、まあ、全然ね頑張っていけばいけるでしょう。ただ状態状とか石化状態入っちゃうよっていうのもきついですね。ありがとうございました。次がフランキー。このキャラクターはもう旗取れます。ルセラが旗が取れない。自分がねスキル2を使っている時にスキル1で自由なライダーの時は状態異常入んないんですけど、それ以外状態異常入っちゃうんでね、旗握ってる時石化状態で終わっちゃうよっていうところはきついでしょ。しかも吹っ飛ばないんでルセラは自陣にいる時は、で吹っ飛ばさないと旗を握れない、敵武者アタッシュがついていない状態のゲッターも全員終わったと言っても過言ではないでしょう。ランキーはちょっときついですね。まあただ遠距離まで移動できるようなステージが来たり、川を渡ったりとかできるステージが来た時は活躍する可能性は高くなってくるので、ステージによってはまだまだギリギリいける。ただルセラがねそこに飛んできちゃうっていうことも考えられるんで、その電気ついかなと思います。気合いでました。じゃあこちらクイーン。はい、当時クイーンがなんかいけるんじゃないかみたいな言われてたんですけど、僕はね全然そうは思いません。まあ、ぶっちゃけたことを言ってしまうと、旗出し中に吹っ飛ばないという能力唯一無二でめちゃくちゃ強いです。ただ状態異常がきつすぎる、石化未了状態っていうのが入っちゃったりとかしますし、ルセラのね火力っていうのがすごく入っちゃうんですよ。え、いやクイーン回復するんじゃなかったっていう言うと多いと思うんですけど、クイーンの特性見てほしいんだけどさ、防御力増加中的に攻撃をされると回復したりとかスキルが回復するよっていう能力になってたからこそ耐久できてたわけで、ルセラは防御力増加するキャラクターではありません。なのでガンガン攻撃が入っちゃうわけね、青対赤の属性相性っていうこともあって。なのでクイーンはねちょっときついです、正直言うとね。ただ吹っ飛ばされた時に自分がねおめえかになって敵武者アタッシュがつくよとか、まあ吹っ飛ばされずダウンしないよとかっていう能力はかなり強いので、まあ頑張ればまあギリギリで本当にミリで残ってたら握れるよみたいなキャラクターになってますけど、未了状態を短縮した状態だといえね火力がめっちゃ入ってしまう。ルセラの 50% 以上の増加する攻撃力があるということでクイーンもしんどいです。ありがとうございました。続いてがアルベル。はい、アルベルが、まあ、ぶっちゃけなんで下がったかというと、まあ、防御力増加系のキャラクターじゃないからですね、ルセラが。まあ、ルセラが防御力増加してたら攻撃に対しては与えるダメージは増加とか、翼長すぎね翼、というかあったりとかいいんですけど、そういうキャラクターじゃないんでちょっときついですね。パラメータ増加中の敵っていう言葉でパラメータ増加しないしね、ルセラは。ということで、まあ、環境に適応している能力ではありません。なのでキッド&ローがね1位にいたような環境、ニカが1位にいたような環境よりは確実に下がっていると言わざるを得ます。無敵になるっていうこともねジャスト回避すればなれるんですけど、まあ、カムサイとか見極めなきゃいけない、で瞬間移動とかしてくるキャラクターを見極めなきゃいけない、ジャスト回避の難易度が上がり続けてるとなってくると PS 依存になってくるので、まあ、頑張ればいけるようなキャラクターっていうことは万人に使っても意味がないということになりますので、環境キャラリン君からはかなり下がってくるでしょう。そして続いてが青ヤマト。
はい、青山と行けるんですかっていう声が多かったんですが、ぶっちゃけて言いましょう、無理です。はい、状態異常がルセラは常時入りません。旗内にいるとね。なので旗外だったらまあワンチャンいけるかもしれない。ただ旗内にいることがほとんどなんで、ルセラは状態異常でしか戦えない。リアダメージ系のヤマトはきついと言わざるを得ないでしょう。ありがとうございました。続いてが鬼ヶ島内入りローノザーゾロ。ゾロくんがなんで落ちたかと言いますと、状態異常がきついっていうこと、そして火力がめちゃくちゃ入っちゃうよっていうこと、そしてバフが上がっていかないよっていうことですね。まあ火力で押し切らないといけないっていうことになってくるんですよ、アタッカーは。なのでルセラフィムを倒すためには、基本的にはゾロくんは緑属性になって火力を与えて割合ダメージを削っていくっていう方向性を取っていくしかありません。まあ、それじゃなければ通常攻撃が長いルセラの方がね有利に立ってるんで、その点強いでしょう。そして緑状態とかで状態異常されちゃうとワンパンされるので、その点もきついです。アタッカーということもあってルセラを倒したからとはいえ 1.5 ゲージは残っているということで、何も環境に対抗できている要素が一つもないということで、環境は高いと言わざるを得ません。ゾロに関しては、ね、ニカとかね、そしてキッド&ロー、ミドル属性になれば全然いけるよ。あとシャンクスとかもそうだね、カイドウとかもそうです。旧環境キャラクターたちに対しては全然いけるので、ルセラがきついだけですよっていうことで、んでちょっと考え時ですね。ありがとうございました。続いてが人獣カイドウ。人獣カイドウがなんで下がったか、もうこれは単刀直入言いましょう。状態異常がきつすぎます。はいであとルセラが吹っ飛ばないっていうことで、お得意のタイマン性能が全く活かせないキャラクターになってます。で、飛んでいったとしても遠距離に飛んでいくっていう能力なんですけど、ルセラは遠距離に飛んでいくような能力になってるので、通常攻撃で移動されちゃったりとかするっていう点においてもかなり不利なと言えるでしょう。まあまあ正直きついね。うん、敵武者アタッシュがついていない時点での活躍の幅はかなりきついんじゃないかなと思います。尻尾投げどうした。続いてこちらキングでございます。はい、キングがなんで落ちたか、旗取れません。もう無理、旗は敵武者アタッシュがないとまず逃げれないで、逃げたとしても回復されたりとかするからちょっときついね。割合ダメージいけるんじゃないですか、ハリーさんっていう人も多いと思うんですけど、ちょっと待って、モズクの割合ダメージ与えたところで 40% じゃん。ちょっと回避とかできるんだから、相手だってドロケ向こうずっとついてんだから、だから見てからちょっとダメージを受けてから回避をしたら、もう残りの 30% くらい当たんないとか余裕であるんですよね。となってきた時もそれしか対抗幅がありません。真っ二つに吹っ飛ばせません。なってくるとニカとかよりもかなりきついんじゃないかなと思います。ルサラは青属性ということもありますしね、影響攻撃できつい、吹っ飛ばされてしまう。うん、やばい。そしてラストがシャンクスでございます。はい、シャンクスがなんで落ちたか、これは年末郎くんと同じ内容、アタッカーなんで KO したところで 1.5 ゲージをなんとも攻略することはできません。まあマムと一緒だよね。マムの環境でもシャンクス強かったよ、ヒラメージ減少無視で。ただなんで環境1位がマム、シャンクスは下がってたか、そう 1.5 ゲージを攻略できなかったからですね。これと一緒のことがルスラムでも起こってますという状態になっております。緑属性なんでルスラムをねワンパンしたりすることもチャンスがあればできます。ただこのチャンスというのはかなり絞られてるので頑張ってやるしかありません。僕はちょっといい方法を見つけちゃったので、また動画で紹介していきたいなと思いますけどね。状態異常が入んないよっていう点もかなり強いと思います。ただ吹っ飛ばされちゃったりとかしますし、火力で上げようと思っても逃げられちゃったりとか、KO しきれなかったりとか、もうそういうのが通常の遠距離で捉えちゃったりとかということで、この覇気状態を維持しなきゃいけないということが、ね、重要になってきますね。まあ、その点いろいろ加味しまして、じゃあ船長とかも少なくなってきたということで、環境下は落ちてきたんじゃないかなと思います。ようやく対抗できる青属性が出てきたね。あ、すごすぎれば、バフを上がったとしても解除できるって青属性で。いや、一番の被害受けてんのこいつじゃないかな。今までだって青属性でシャンクスより強かったキャラクターって本当にいないからね、キッド&ローくらいしか。となってくると結構ね嬉しいキャラクターになってます。はい、ということで見ていきました。今のね環境キャラクターの中で落ちちゃったキャラクターたちでございます。まあこれらに関してはきついです、正直に言うと。アタッカーたちに関してはアタッカーなんで KO したところでっていう話になってきますのできついでしょう。ゲッターたちに関しては敵虫アタッシュを持っていないゲッターたちにはもう本当にきついです。でディフェンダーたち、クリケットとか、あと戦闘丸、白ひげんたちに関しては3ポイントで使えるところはあります。ただルセラで十分ということで使う必要がなくなっちゃった、価値が下がったと言わざるを得ないですね。さあ皆さんはどんなキャラクター使ってますか。もうこの環境キャラクターたちでさえきつくなりました。最強キャラクタールセラフィム、まあ、このねキャラクター欲しいよって人はぜひね聞いてみてください。課金でも22,000円くらい、2500個確定できるということなんで、結構割安なキャラクターになってるんじゃないでしょうか。なのでね、よかったら欲しいなっていう人使ってみてください。見ててください。次の動画でお会いしましょう。ではまた。